皆さんおはようございます。今日は5月の21日です。船橋駅北口にいます。今日のワンポイントトークはこれです。黙っていたら連続値上げがやってくる。船橋ではこの間将来金がなくなるからといってどんどん値上げを、私たち市民に押し付けてきました。国民健康保険料も、3年前に1500円均等割り1人当たり年間上がり、去年は3000円上がりました。もうすでに4500円上がっています。ところがこの先なんと2030年まで2年に1度引き上げる計画があります。来年の春に上がります。2024年にまた上がります。26、28、30ともう次々と今後5回も上げる計画がもうすでに決まっています。下水道料金も去年の夏引き上げられましたが、これも4年後の2024年、さらに4年後の2028年、また上げようとしています。今船橋が持っている計画、この通り進んでいったら私たちの負担は大変なことになります。そこでこれ、黙っていたら連続値上げがやってくる。もうご一緒に声を上げて連続値上げストップさせようではございませんか。6月20日市長選挙をそういう選挙にするために全力を尽くしていきます。頑張ります。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。